レイヤウは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区、法府軍の南東部に位置する市。フィヒテル山地北の起伏に富んだ市目クのグローサー、コルンベルクの麓、オーバーフランケン地方北東部に、この市は位置している。ここは同時に、バイエルン州の北東部でもある。チェコ共和国の国境まで、約3キロメートル、ザックセン州の宗教までは、 約9キロメートルである。1972年までレイアウは同盟の軍の軍庁所在地であった。現在のラートハウスはこの軍再編時まで軍庁舎であった建物である。1978年の市町村再編でそれまで独立した自治体であった5つの町村が編入された。本市は公式には29の地区からなる。このうち、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。この市は、チェコ・ドイツの友好連盟である、フロインデイム・ヘルツェにユーロパスの設立に重要な関与を果たした。1954年、ゼルプ市と共に、アシュから追放されたズデーテン地方のドイツ人に対する、非を申し出ている。西オプスと教区協会レイアウは1234年に、初めて資料に現れ、 1427年に都市圏を獲得した。市の丘陵地には、シュバルゼンマフハンデアザーレの聖母教会の管理下に、ある聖、ヨプシトに捧げられた礼拝堂が建造された。1470年5月22日、レアウ市の議会は、独立した教区設立の提案を採開した。16世紀の宗教改革の時代に、レアウは、 周辺地域と共に心境化された。古い礼拝堂の後に建造された、現在のプロテスタントの主要教会は、その名を礼拝堂から引き継ぎ、聖ヨプスト教区教会と称する。ありがとうございます。